出さんかろうが出さくない。まずか。滑ってる人どういうつもりなんだ。だって大変以上行くといいよな。あの後に三着も服を買って、やっぱ展示会で結局あそこで火がついたのはあるでしょっていうのは最後で認めなかったよね。それはでも火つけないですよ。これは。これマジで。絶対火ついてると思うんだよな。まあ、僕あの。ドライボンズをね、もともと好きで、もともとね、大阪の、で、兄さん、大観覧ってここありますよっつって、いいですか、寄らせてもらってって、まあ、もちろん好きなブランドなんで、ね、ここただ、ね、確かに、ここで自分の好きなやつ買ってないですよね。これ、橋本来てみてってやつも買ってるし、だからやっぱ、僕の好きなお店で、セレクトしていただいたセンスと、うん、そしてワンエイティー券についていってもらって、あなたのセンスで買ってるんじゃないですか。僕はだから別に買い物ずはいで買ったわけじゃなく、小川健さんの功績、そして今日はもう全部僕言わせてもらいますけど、マシンで捉えました。だから後悔が、ああこれ買って違かったな。あ、なるほどね。全部マシンなんで。なるほど。だから別にしょうがないで、コロナ禍で僕本当に服買ってなかったし。はい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 。服の喜びってなんかたどり着けてなかったんですよね。確かにもうなんか薄れてたって言ってたもんね。もうはい、別にもうだって現場行っても衣装に着替えるし、うん、でなんか現なんかすごいおしゃれして、うん、おざまーすって入ってきて、うん、めっちゃ滑ってる人ってどういうつもりなんかなと思ったその収録がひな壇とかで振らない人で着替えて、何言ったら衣装よりも衣装っていうそのね、テレビ映えするものをね、うん、はいはいはい、プロのスタイリストが考えてくれたもの以上に上回ったひらひらで、うん、タクシーのどつかしさって帰っていく人ってどう、ちょっと言い方悪いよそしたら、いや俺すいませんみたいな、なんかもう質素な、いやもうこんなもん滑る可能性もありますせみたいな、こんなやつなんで、そんな服とか、逆に言うとその他者に対してのおしゃれなんかもうそんな、僕は一応お笑いのことは命かけてきました、昨日も勉強しました、番組の予習してきました、うん、でもこんな格好です、すいませんみたいな、なんかもうすいませんみたいな感じでミスっても、まあまあすいません、その僕みたいなもんがあれ出したって書いていくんですけど、それなんか衣装さんが用意してくれたの上回るぐらいのハットがかぶって、なんかわーっつってお疲れしたって、僕はちょっと待って、だから僕が俺のこと言ってるやつ、僕がビビってるだけです。俺じゃん。いやそれもあるよ。全くその中、全くアメトーク行って振るわなかった時とかあったよ。でも多分衣装さんが用意してくれた衣装よりすごいひらひらしてたと思う。ハットもかぶってたと思う。それだからひらひらした衣装。衣装じゃなくて自分ご自身の私服これ畳んでアウター脱いで帽子も乗って下って帰らないといけなくなるから、そんなやめて、いやいや、だからそんなことがないんですよ。そんなことは間違ってたなっていうことが分かったわけですよ。勝手にね、そういうところではね、だから全部もうちっちゃくしてたんですよ、目立たんように。なるほど。あんな格好してんのに思んないんかみたいな嫌だったんで、逆にそう、そうやりすぎるの。でもそう、自分にもベクトル向いてるけど人にもベクトル向いてたってことでしょ。でも逆に言うとね、それは別です。あのこの後のこと考えてんなみたいな、あスニーカーかっこいいなみたいな思ったんですけど、それ収録で活躍してこそのスニーカーっていうか、無理だから、ほらまた言ってるやん、結局この後の展示会のことはやなとか、夕方展示会やなとか、なんかちょっとなんか言ってくれ。今日は大丈夫です。今日なんですか。今日、いや、あの今日もだから一番最初に僕はハットかぶってきました、ね。今日もなんかそのハットか、あのあれ全然ハットかぶってきた時、正直どう思ったんですか。今日別ハットですよ今。いや2個ハットですか。2個ハットっていうか、あと1個ハットだったらハットトリックですよ。いやもういいって。ほんまにあと1個持ってきてたんですか。いや確かに気づいたら、うん、別ハットですよ今日。そうそう、いやこれはまあたまたまこれに入ってたんで、まあ、こっちの方が
これだとまあちょっとでかすぎるかなって。なんかその N なのか W なのかはっきりしてないっていうこの事態というか、なんですか、その N なのか W なのかみたいなのはありますけど、でもそれはもう分かってます。いじったら野望っていうか、僕はそれはダサいと思ってません。だってやっぱ先輩でいるやん、もう先輩でその T シャツの柄をもう絶対いじってくるような人もいるじゃないですか。もうそれの時代は終わったと思う。そうですよ、終わりましたよ。いやだから今日だから一番もうこれ聞いてたから、本当に一番俺が最初に来た時どう思ったんですか。あのいや、こがけんさんやって思ったんです。僕早くついてたんで、はい、携帯見て待ってたんで、うん、わっって言って、あ、僕がさっき気づくべきでやったなって、そっちです。おおっって言って、ここに立って気づいちゃったんで、うん、さっきついてたにもかかわらず、僕が気づくべきだって、そこだけです。カッコに関してはもう、あ、動物いると思いました。動物ですよね。あ、動物ですよね。その記憶があります。あ、これ。動物いるなって。動物いるなってのは思ったっていう。ぐらいです。そのぐらいの。でも動物やのに変じゃないと思いました。本当ですか。はい。人の動物だと結構、ピョン吉で止まってるんで。いや、ちょっと待って。ちょっと。いやいやいや、ピョン吉で。いや、ちょっと待って。T シャツ、ごめんなさい。T シャツに動物が書いてあるっていう。ピョン吉で止まってたんで。そんな。でも、矢野に変じゃないっていう。そんなカテゴリーないから。矢野に変じゃないっていうね。そうそう、俺、でも、思ってた一個いいですか、うん、でも、犬かわいそうやなと思ったんですよ。その、ネックレスによって犬の視界が。今、眼球に行ってるじゃないですか、犬の。別におしゃれはいいんですけど、犬眼球いいんですか。結局そのだから T シャツの柄いじってるのと一緒だから。犬眼球が気になってる。犬は犬眼球ってなんだよ。なあ、全然話。犬眼球だってかわいそうな視界がね、うん、っていうだけです。でも別にうわ、うん、やってんなとか全く思ってないです。そう。だってしかも。一緒に連れて行ってもらった店で共鳴してるわけじゃないですか。確かに。でもこのだからその初めて会った時の格好の状態で、じゃあ一緒に例えばスタジオに行ってひな壇で俺が滑ってあの格好で帰ってたらどう思う。いや全然別にもう何も思わないです。いや笑ってるやん。全然それは好きやから何も思わないです。あ、なるほどね、はい、あ、ちょっと大丈夫です。でも本当にだからそういう意味では今日ちょっと念願の日だったね。そうです。だからこれね、別に変な意味じゃなくて、あ、なんかやりすぎてたんです。結局それを思うことがおかしかったっていうことを気づくんです。その、うん、要するに羨ましかったんだと思います。お、そのおしゃれをできる人が、はいはいはい、なぜなら自分が得意じゃないから、うん、得意じゃないことを蓋して嫉妬してただけです、うん、でも教わったら面白かっただし、別になんかおべんちゃらでたまにあるじゃないですか、なんか友達が一緒に服買いに行って友達が服買わすのおもろいみたいなのあるじゃないですか、ちょっと金使ってくれてちょっと売れる、いやいやみたいな謎に言う、うん、なんかそうじゃなくて、そう、俺だって3着目の時に、ああ落ち着け、落ち着けって言ったもんね。言いました。今ちょっと。で、落ち着いても熱量冷めなかったじゃん。ということは欲しいってことじゃないですか。そうだからなんか豊かになるの。豊か。そうだね。はい。それはでもあるかもしれないね、まあ、やっぱり。豊かだなと思って。だって森下とかもね、ファッション。はい。あんな行き切ってるけど、本当に2年前、全く服なんて。何でもありますよね。そう。え、それ、高原さんは目覚めさせたんですか。誰が目覚めさせたんかね、結果吉井が初めてかもしれないけど、で最初の方でこの服どうですかとかもルミネの楽屋とかで相談されてたのよ。最近もなんか4つぐらい画像ちょっとごめんなさいちょっといいですかこれとこれとこれとこれ買おうと思ってですけどこれどうですかって聞きに来るんだけど、もうとんでもないモチベーションよ。だからもう甘えていこうかな。だから吉井君とかもちょっと聞いてみたいですね。甘えていきたいですね。そのなんかもう。でも全体、その、みんな派閥はちょっとずつ違うよ。やっぱりその、そうですね、吉井と俺とみんなカバーしてるとこは違う。ね。でも、あとなんか、皆さん間違ってるなって思うのが、うん、これね、理解的、こがけんさん、おしゃれな人って理解できますかね。我々もダサい人間も
着たい服っていうのはあるわけですよ。それがダサかろうがダサくないか、まず自分が好きな服っていうのはあるわけですよ、はいはい、ただそれさえどこに売ってるかにたどり着けないわけですよ。ただしっかりとしたこういう服好きっていうぼんやりとしたなんていうのしっかりとしたこういうジャンルの服が着たいなっていうのはこういう服好きとか、うん、このデザイン好きそれが柄多いなとかそんな言われても関係なくて、うん、シンプルな人好きな人もいらっしゃれば、うん、柄多いのも好きな人もあれば、うん、なんかサイズ感とかと柄はこの柄いいけどサイズ感が違うなと自分の中のやっぱダサい人間で、うん、そんな触れてきてない人間にもなんとなく好きな服っていうのはあるわけですよ。これはあるんですけど、はい、その服がどこに売ってるかまでたどり着けないんですよ。だから、ね、ダサい人がそれを着てるからダサいんじゃなくてその人もこれが最高傑作と思って着てないご機嫌のなさがあるわけですよ。なるほど。これはねすごいね誰も気づいてないんですけど、はい、みんなね全部一丁の着てると思うんですよ。その時着てるやつって、はいはいはい、じゃなくて自分でも今日の査定やめてっていうか今日は分かってますはいダサいはい分かってますはい今日もシャーなしで着てますから毎日ねあるんで着ないといけないです服を、うん、そしたら全部が一線級のエースじゃなくてシャーなしはい分かってますよ僕も今日ご機嫌じゃないですご機嫌じゃないですよそりゃ忙しくて朝とりあえず来た洗濯のサイクルもある、うん、今日はもうだから1週間7日あったらもう3日ぐらいしか選抜投手いない分かってるんですよね、うん、過去に好きだった先発投手がもうくたびれてなくなったりなるほどでも自分の好きなブランドは奇跡的にたまたま旅行先でとか友達からもらってっていうので分かってるけどそのブランド調べてもそのブランドの服が好きなわけじゃなくて、うん、そのブランドのこのデザインが良かったから買ってるだけで結局ね自分の好きなベストを着ててディスられるんだったらびくともしないんですよ。なぜなら好きだから確かにねそうじゃなくていや分かってますっていうところ疲れ自分もこれが好きじゃないけど無難に着てますみたいな日があるわけです。なるほど。これをついてこられるといやそうなんですよね。これで査定されてからあんまり好きないい出来じゃないネタで最高傑作と思われてる感覚っていうかで思んないやつって思われたらやっぱシンプルに気持ちくじけてくるってことだよね。分かってます分かってますっていうか何がみたいなでいつもかちょっとくじけてきてで最終的にちょっとあのいやもう別におしゃれとか別にいいんでみたいな風に振る舞っててもそうなんこの潜在的に本当はいやいい服があればそういう絶対に服を着たいって思ってる人たちはたくさんいるぞと、はい、だって服どうでもいいって思ってる人はたくさんいらっしゃると思いますけど、うん、0から100になりたいと思ってないと思うんですけど、うん、0から1、2は行きたい人は絶対いると思います、ね、そしたら上級者の人ってお兄さんもそうなんですけどそれは素敵な方のお兄さんですよ、はい、むちゃくちゃダサい人がなんとか頑張っておしゃれになった時に人をいじるんですよね。なんなんこれって、うん、新しいの着てたらガッていくんですよ、うん、ほんまのマックス上級者はこれええなこれもうちょっと丈長かったらもうちょっとかっこよくなるんちゃうとか、うん、靴これなんだどこのやつなの、うん、めっちゃいいそしたら靴下こっちの方がかっこいいかもなみたいな、うん、ほんまの上級者って絶対否定しないんですよ。それはでもそれはマジでそうかもこれほんまにでこの中途半端になりやがった、うん、ダサい村出身のやつがなんかもうおしゃれできてますみたいなできてないのに何なのこれみたいな、うん、うわ新しいの着てるやんこれダサいって、うん、なんかね新しい服を、まあ、芸人やからしょうがないですけど、うん、新しい服着てきてええやんって言ってあげるこのさまあ、全員大喜利が始まるでしょう、ね、そうむずいむずだって俺だってもう今なりいじられるし、もういじられやっぱシソンの長谷川とかともしゃべるけどもうまあいじられるよね。一回はね僕がねトラップしてあげるっていうのその「ちょめっちゃいいやん」みたいな一回ね、うん、分かる分かる分かるって言ってから、うん、そっからの聞きたいんですよ。その僕もディスらないって決めてるんですよ。そういや俺も絶対その服なんてディスらない。だからなんていうかあの一時期本当にみんながそのズボンの丈の長さをどのぐらいにしたらいいかでちょっと来てあじゃあこのぐらいがいいんじゃないとかいうのあったけどね。聞かれたらね。そうだから今日もだってその多分一つキューバシャツああおすすめしたと思うけど、もともとの言ったらこの感じがめちゃくちゃ似合ってるから、
その感じの延長で、そうなんですよ。似合うや、あ、これは似合いそうっていう。今日だからちょっとね、なんかあんまり誰にもいじられてないんですよね、店員さんにもね。まあ店員さんやからいじらわけないやと思いがちですけど、なんかね、今日良かったですね。いや、マジで良かったよ。今日着てる服。全部。良かったっすな。ね。ちょっと一旦ちょっとステーキ頼むから、ね。次頼むしょ。OK。これ、これね、でかくないと意味ない。人口みたいに言いますよ。そんな、そんな、いや。でかくなくてもいいですよ、人口は。確かに、そら。いや、来ました、これ。これがすごい。ちょっと待って。全然いやいや、ちょっと。これや、これ。これマッターホルンだから富士山とか山に例えられてるんですよ。いや、そういうことか。やっぱ山に思いますもんね。それでこれでね、これポークステーキでございます。豚なんですか？豚です。これがですね、私あのテレビの取材でロケで来まして。牛じゃなくて？そう。ロケで来まして。だって牛はさ、牛はこれ頼んだらもう破産するじゃん。いや、こんな言っていいんですか、豚は逆に。でも、これで言ったら3300円とかだからね。この量で。これがほんまにとんでもない。あ、来ましたね。これちょっと、ちょっとキャリアあるなって、これどういうことですか、いやいや、もう、あ、どうやって切るんですかっていう。あ、ちょっとこれ、橋本さん違うんですよ。これはね、自由に好きなように食ってくれっていうことなんですよ。もう、だって、お肉ってやっぱ高級だから、こんなにさ、食えないじゃない。ヒーローがこの爆破とかするところのエアーズロック感が。とりあえずちょっと、じゃあ手本を、うん。トム・クルーズが登ってたやつね。一緒にポッシブルね。ちょっとその前にちょっと、すいません。橋本さん、これ、写真だけこれ撮ってもらえます？いいですか？橋本さんのスマホで。これなんすか？これ、兄さんの写真、これ動画で撮ってるから、俺が写真撮らへんっていうことを選べばもう二度とこのアングルは撮れないんですけど。どういうこと？いや、兄さんの携帯も今これ撮らへん。そう。で俺がもう、俺に撮らへんって拒否すれば。なんでそんなことすんだよ。なんでそんなことすんだよ。これ、ちょっと待ってください。ちょっと手、いいっす。あ、それ、手あった方がいいかな。いや。ちょっと鍵な、鍵な。これやな。逆光になってない。いや、全然完璧っす。これも意味わかんないっすわ。これ、いや、情熱大陸でもロッククライミングの人が。いや、全然、いや、撮れてますって。いや、こっちの方が影ですって。そう。いや、十分撮れてます。もう見てください、後で。あ、これいいんじゃない？見てください、完璧ですよ。だって影ゼロですよ。影ゼロっすって。これは？いや、一緒ですよ、もう。いや、いいと思うな。いや、行きましょう。もう食べましょう。もったいない、もう。早く行きましょう。行ってください。いや、これはいいよ。本当に。豚で？いや、もう本当に。牛じゃなくていいんすか？こんなに。すげえ。これ、逆にこれはちょっとじゃあ、内側行ってほしいな。内側行ってほしいのよ。これ行ってほしいのよ。それどうやって食うんですか？これそのまま食べて。一旦そのまま？もう味は入ってますから。ちょっと待って。このまま行っていいですね、もう。このまま行っていいよ。お酒いただいていいですか？どうぞどうぞ。あっ、うまっ。ちょっと、あと、目に入りました。こんなあるんですか？あるあるある。ブラックペッパーとヒマラヤのピンク塩ね。柚子胡椒もあるし、これハニーマスタード追加で頼みまして。カキ醤油もある、わさびも。これが、このバーベキューソース的な。で、これが乗ってるのがトリュフバターかな。もうこれ余裕で食べれますわ。ほんと？これもう余裕でいきますわ。うまっ。うまっ、マジで。これ再生回数、これ。100回いくんじゃないですか。100回以上行くといいよな。兄さん、これ信じてください。100回はもう用意できます。
100回行くに決まってるでしょ、こんな100回行くか、これ当たり前でしょ、100回どっち行ってます。ちょっとハニーマスターで行くね。ちょっとその柔らかで本当に豚と思えなくない、この柔らかさ、しっとりと。これ安いかもしれないですね。冷静に考えたら安いかもしれないですね。このリーズナブルというか。いやだってこれこの、まあ、先輩連れてもらって言うのはあれですけど、この大きさで3300円って、これ作った人がさ、作った社長さんが、豚だったら肉の塊をみんなで食べられるだろうよっていう。その断面見せる、うわ、それ言っちゃっていいっすよ。ちょっとね、ちょっとうますぎるな。ちょっとあのちょっとね、それは好きになります。脂もね、脂身もめちゃくちゃうまいんで、これはちょっと好きになりますよ。そりゃこれはもう脂身めちゃくちゃうまいよ。これはね、こう皆さん、このマロリーポークステーキ屋さん、マロリーポークステーキさんなんですけど、これペロリーポークステーキですよ。ペロリーポークステーク、ペロリーアメリカ、さすがアメリカ、ペロリーポークステーキに変わりました、たった今。ちょっと醤油、あのでもこれね、絶対にね、マッターホルンから上がいいんですよ、個人的には。なるほどね。そのなぜかっていうと、もっと食べやすいやつもあるんですよね。はい、もっと大きさ的に食べやすいやつあるんですけど、そうすると要は外側の部分が多いと、その周りは焼かれてるんで、ちょっとその焼いてるとこはどうしてもバサッとなっちゃう。それがですね、この大きな塊になればなるほど中のしっとりした部分が多い。そこに醍醐味があるんですよ。ちょっと脳みそがバグらない。これこれうまいわ。これ豚食ってんのかなってならない。なんかローストポークってやっぱ薄く切られてるから、はあ、まあ、自分の頭のイメージ的にはやっぱちょっとやっぱ水分とちょっとバサッとしてるイメージが自分の中にあって、ね、これはだいぶジューシー。こんだけ厚みがあったら、こんだけ豚ってジューシーでとろけるような食感なんだって。食感が俺衝撃を受けて、あと俺一番食感が、こんなん言うのがあるんですけど、僕あの角煮あんま好きじゃないですよ。ほう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 。脂っこいんで。はいはいはい。豚とかね。僕あのなんかで甘いし。うん。こ全然こっちです。これカスタムもできるしね。全然こっちです。だからラフテーとかあんまり食べないんだ。ああそうです、わかります。そう、おっしゃると食べ。俺でも俺は角煮ラフテーとか好きだから。早期そばとか好きですよ。ただ別にあの。ああそう。別にいらないです。なるほどね。だったらいいかもね。豚肉の生姜焼きが一番うまいと思ってる。なるほどね。ただこれはそう、体鍛えてるから、でも脂身は敵じゃない。いやでもそんな先輩にね、先輩にご馳走していただいてる脂身捨てるようになったら終わりでしょ。食いますもん。いいよ、無理しなくて。あざす。お前ふざけんなよ。食うに決まってるでしょ。で脂身だけ切ったら、切ってませんよ。脂身ところが早めにです。そう気ぃつけられるのは嫌なんで、早めに食べてますよ。いや脂身のとこだけ切ってあげたらいいや。今残ってるやつだけでも、残ってるやつに脂身なんか、ね、終わってるやつ脂身早めに、そう気遣いされるのとっくに食べ終わってるんですよ。極上のとこ残してるんです。結果的にそれでこうやったら失礼だからな。失礼よ、承知の上です。刺さなかっただけ。なんでだよ、なんで刺されるんだよ、こんなことで。これはフィニールやつを流して